昨日3月25日の朝に発表させてもらった花わさびの販売なんですが、今自分が積んでいる山の花わさびの総量を超えてしまったと思うので、1日だけだったんですが、これで注文を打ち切らせてもらおうと思います。すごくたくさんの注文メールをいただいたんですが、まだ朝にもらったメールぐらいにしか返信できていません。お昼ぐらいから夜にかけてメールをしてくれた方にはまだ返信できてないんですが、メールの数が多くていっぺんにやっているとわからなくなってしまいそうな感じなので、収穫しながら順番に返信していきますので、すいませんが数日お待ちください。花わさび一本一本が軽いので300グラム集めるのにも結構時間がかかってしまい、遅くなってしまいます。もし待てそうにない場合は取りやめのメールを入れておいてもらえたらと思います。自分も初めての試みで、メールの扱いとかが分かってないとこもあって、うまくスムーズにいってないんですが、もし間違ってるようなことを送っていたらすいませんが教えてください。10日ぐらいあればほとんど全て送れると思うんですが、もしも花わさびが全てなくなってしまった場合、メールさせてもらいますんで、ご迷惑をおかけしますが、その時は許してください。今回すごくたくさんの注文をいただいて本当に嬉しいです。わさびも山菜の一種のようなものですが、こういった山菜や木や野菜や野山のものが自分でちゃんと伝えて発信して、こうやって仕事になるというか活用されていくんだなということが自分でできて分かって、とても良かったし嬉しかったです。いろいろなものはまた販売していきたいと思っていますので、よろしくお願いします。